何分くらいで終わっちゃう感じ？え、7時からかな。待って、そうだ、なんかあるかなと思ったけど、なんか今配信してるのはやってないなみたいな思ったけど、そうだ、じゃあ7時まで配信します。すいません本当に、そう今しかできなくてごめんなさい。7時になったらアラームつけよう。もう一回そんなことしなかった。そう、ありがとうございます。二十歳になりました。次はこれからだよ、まだ飲んでなくて、そうこれからです。ケーキ食べました。なんか昨日友達と遊んでて、そうなんかたまたま前日だったんですけど、そしたらなんかお祝いしてくれて、そうケーキ食べました。そしてももキュンにもそうももキュンとは、そう12時何そう一緒に迎えてくれて、誕生日一緒にジャンプしましたそう、もうきも可愛い、私の好きなケーキを買ってくれてパーティーしましたで若干ね、私がツイートやばいどうしようどうしようでも意外と写真パッと決まって、なんか前撮りの写真が本当になんか20時ぐらいに届いて、あれみたいな本当にギリギリで、だからもう10分ぐらいで選んでもうパッて載せたんですけど、そう結構ギリギリだったんですよ。でもまあ2枚だけ選べばいいかと思って、これとこれかなって選んで載せました。めっちゃ可愛かったでしょ。なんかあれはなんか振袖はめっちゃ安く買っ、なんかいいのが見つからなかったんですね結構。だからいろいろ探してたんですけど、えこれめっちゃ可愛いと思ったら、なんかその生地だけが売ってて、なんかそうめちゃめちゃお安かったんですけど、そこになんかお母さんがそこアレンジとか、なんか家にあるものでアレンジしてくれて、やばくないですかレースとかバラとか家にあったから、それでなんか作ってくれて、そうなんかこの振り袖のバラのとこ、なんかキラキラみたいなとこにラインストーンとかも一個一個ずつつけてくれたりとか、この帯のところもね、そう作ってくれたりとか、あとヘアアクセはなんか妹がなんか体育祭のなんか盛り紙プリみたいな友達と撮りたいって、そしたらお母さんがそのリボン作ってくれたんですね。でか盛り紙用のリボン。そしたらえこれ可愛いから私前撮りつけようかなみたいな感じで、そうたまたまそう妹が盛り紙用のプリでとっつけたリボンを私も借りてつけて、しかもこのここらの辺のバラとか蝶々も妹が買ってたやつを私もつけさせてもらってみたいな、もうなんかねちょうどいい時期にすごい、だから偶然とね偶然が重なって、激かわ
振り袖が生まれました。あれ森上用だったの、ちょっと面白いよね。そう、でもなんか20歳、なんか大人、本当大人っぽいのも撮りたいんですけど、やっぱピンク髪でやっぱ普通じゃない感じの撮りたいなと思って可愛いスタジオで、そう、もうピンク全開でいこうみたいな、もうピンクしかない前撮りにしようって思って、そう、私のね大好きを詰め込ませていただきました。え、可愛いよね。そう、そう、なんかほんとね、私一回さ、なんか何、昔からちょっとお母さんの影響でピンクみたいな感じだったけどさ、なんか一時期、ま、真っ黒みたいな時期あったじゃん。そうだけどね、結局真っピンクに戻って、その前撮り撮れたのよかったなって、そうお母さんも喜んでて。そう、でもなんかその黒の時期があったのも逆になんかなんか人間らしいっていうか、そのなんか成長、一種の成長みたいな感じで、そのどの時期もねすごく好きです。その黒のね時期があるから今さらにピンクが入るっていうかね、そう、目が乾燥しすぎて本当にごめんなさい。そうよ、ピンクが一番似合うんですから。私はめっちゃ怖かったよね。まだまだ写真いっぱいあるので、ちょっとインスタに今日載せようかなって思ったけど、あのもうセレナそうなので、もうでも明日とかにしようかな。いや今日乗せろよって感じだよね。でもえら、なんかちゃんとさ乗せたいじゃん。昨日の8時届いたから、まだ全然全部保存できてなくて、なんかそうなの。ね、あのアクスト欲しいぐらいだよね。あれめっちゃ可愛いよね、本当に。てかみんなさん本当にお祝いたくさんありがとうございます。そうまだね全部は見切れてないんですけど、そう本当にね、もうたくさんなんかお祝い、なんか嬉しい、なんかその前日まだ全然実感なくて、てかなってからも正直そんな実感なかったんですけど、なんかね、すごい。そう、本当になんか本当愛されてるなって、なんだろう、愛されてるってすごい難しくないですか。それはみんなねアイドルだから愛されてるわけだけど、なんかね、ほんとみんなにすごい見守られてっていうか、ほんとにこんな素敵なね、ねこんな素敵な人生ないよって思う、ほんとに。
え、2分で終わっちゃ、終わらないとかな、ちょっとどうしよう。終わらないとだよね、もう申し訳ない、もうちょっと早く。あ、そう、なんかね、そう、昨日ね、ボムキュンが用意してくれて、これとこれなのでつけました。確かにスクショタイム20、何しようか。え、ちょっとなんかさなんかすごい緊張、緊張じゃないけど、そう、言葉にしたらさ泣いちゃいそうで全然話せないんだけどそう、でももう終わらないと思うんだよね。ね、寂しい。え、ちょ、もうちょっと早く始めればよかった、本当に。え、やばい、もう言葉がなんかいっぱい伝えたいことあるから、どうしようどうしようね。そう、20歳になったはずのね、キアトスとか歌っちゃおうかなとか思ってたのに全然歌う時間なかったな。ね、でも本当にとにかくもう幸せです私は本当に。ありがとう。もう猫、すごい電話がなんかかかってきた、なんか知らない番号から、びっくりした。そう、本当にこうやってねお祝いしていただいたりとか、こう、もう本当ね、皆さんにこうやってお祝いしていただけて愛されるってことは本当に当たり前じゃないなって、そう思うので、本当に感謝しながら二十歳もね、まあ、私らしくだけど、私らしくだけど、とにかくね、周りをね、周りの方にとかファンの方に感謝して、そう、なんかいろんな、まだね、私のまだ私はもっと生きるなって思うので頑張りたいと思います。いや、終わんないとね。ちょっとまた配信します、すぐごめんなさい、本当に。そう、ちょっとなんかね、ちょっと緊張しちゃうね、やっぱり。ごめんなさい、本当にでも嬉しい、二十歳にこうやって配信できて嬉しいです。見に来てくれてありがとう、お祝いしてくれてありがとう、本当にありがとう。ちょっとまた配信します。ちょっとうまくね、こう、なんか言おうと思ってたこといっぱいあったけどね、ちょっといざとなるとねすごい、こんな大事な日にね、本当ありがとう、みんなさん。ちょっと私もスクショしとこうかな。そう、そう、ね、
今考えたらね、とんでもないことになってしまうので今ここまで来てるからそう、でも次に話す時も多分泣くと思うんだけど、絶対にちょっとまたゆっくり話します。ちょっと終わんなきゃいけないんでごめんなさいね。ありがとう、本当にね、私はもうみんなのことがね大好きなので、ちょっと私も大好きでいてもらえるように頑張ります。二十歳の斉藤キアラもよろしくお願いしますね、幸せ、本当にありがとう、ありがとう。そう、皆さんのメッセージもたくさん受け取りました。じゃあまたね。え、早いね、早いんだけど早すぎるんだけど、終わります、またね。ちょっとはい、あ、なんかタワー投げてくださったこと、ちょっとまた次回ちょっとお祝い、お祝いじゃない、読みたいんですけど、ごめんね今回読めなくて。じゃあ皆さんありがとう本当に本当にありがとう、ニュースちゃんのキャラをよろしくねじゃあバイバーイ、ありがとう、みんな大好き大好きバイバーイご飯楽しみます